れはトーチといって天文台の力を表す炎です。トーチか、0時迷子かな。皆さんこんにちは、セラキパンです。今回も引き続きマリオギャラクシーの方を進めていきたいと思います。まあ、前回で、キノピオ隊長かを救ったというか会ってですね、まあそこで終わったので、今回も引き続きですね、ハニービーキングダムの方を、進めていきたいと思います。モノミヤグラの異変。モノミヤグラか。まあ例のごとくどんどん進めていきましょう。なんか唐突にあれが必要になる時とかって結構あるので、このスターのかけらみたいなのは。どんどんと進めていきましょうと。へい、俺の名前は掲示板。掲示板か。掲示板。ここの壁を登りたいなら聞きな。ジャンプ中に壁についたら B を壁キック。連続で壁キックすると、すごい高いところまで登れるから、覚えときなと。ここら辺は手慣れたもんですよ。このか。あった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 。ここら辺が欲しい。なんとレインボーバリオになった。七色の光はどんな敵も寄せつけないと。まスター状態ですね、これ。なんか関係あったのかな、これ。敵将、モノミヤグラがクワカブトに乗って取られたであります。あれ、これあれか、そのそいつ欲しい。これ取ると体力6になる。残念でした。こっちなんかあるのかな。 あこれ押さないと動かなかったと。
はい、クリアです。はい、じゃあどんどん続きやっていきまーす。グアーカブト一家の逆襲と。ててててててクワカブト一家が攻めてきてますね。いいクワカブト一家が攻めてきたのであります。シパトです。この辺はお隣さんがまた嫌がらせをしに来たの。あなた、あちらの方と話をつけてくださらない？めっちゃ怒ってますね。まあ、これも一緒ですね。今度はここに乗って。早めに飛んで頑張って、これでどう？よし、話しつけてきてくれって言って倒しちゃったら意味ないですよね。これ平和的解決にならない。というわけでクリアでーす。ラペコチコアが現れましたね。ハラペコチコは今回の動画の最後に やりますか。じゃあどんどんと先進めてきます。トライアルサーフィンギャラクシー、サーフィン、サーフィンみたいですね。イカじゃなくてエイかな今回。
わあ、懐かしのペンギン。祈り。いや、君も、え、祈りかい？あ、でも君、え、祈りは初めてだろ？だったら塗り方を教えてあげるよ。まずは右下のガイドに。左に曲がるのは基本申請。あ、そういうこと？うわ、難しいな、これ。左に踏んでる。ああ、そういうこと。右は右に踏んでる。うん。あとはスピードは B で調節。タイム。頑張れーと。危ねえ。あ、危ねえ。危ねえ。痛くそうか。1分切らないとダメとかあんのかな。1分4秒か。見事。じゃあ君には金メダルをあげなくちゃね。はい、というわけでクリアです。レッツサーフィン。ギャラクシーコンプリートと出たので、あそこはもう大丈夫と。彼らの前線基地を発見しました。スターの力は悪用していなければいいのですが。さあ、やっていきましょうか。フリックパネルギャラクシーと。黄色く染まれ、フリップパネル。全部のハテナブロックを黄色にするのかな、確か。そうだね。ああ。ああああ。ああ、死んじゃった。
はい、というわけでクリアです。ちょっと無言になっちゃいました、ね。でれれたちでれさあどんどんやっていきます。ここら辺はまだギャラクシーコンプリートじゃないんですけど、ここをクリアしたら出るのかな、クッパジュニアロボプラント。今回ここをクリアして終わりですかね。3本足のでかいやつ、クッパジュニアが出てくるのかな。あ、でかいやつがいますね。早速それを横目に通り過ぎると、キラーをおびき寄せて、そうだね、よいしょ、来ましたね、クッパジュニア。ちょっと綺麗になった、クッパジュニア。わあはは、よく来たな。でもお前ごときお父さんの手を借りるまでもねえぞ。行け、メガレック。グランドスターの力を見せてやれ。と、言うだけ言って、帰っていくという。さあ、これは、多分、やり方一緒で、登ってって、で、キラーで、多分、キラーをぶつけていくんだと思いました。なんかあっさりクリアしたな。どん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 。よし、というわけでグランドスターですね。ちょっとやっぱでかいですね。よし、ちょっと、はい、グランドスターゲットというわけで、テラスステージって言えばいいんですかね、これはが完了してグランドスターが手に入るので、他のこの暗いところも明るくなっていくって感じですかね。ボンと強くなったので、なんでテラスと、そうですね、次はあそこですかね。クッパジュニアロボプラント、三本足のでかいやつのスターを手に入れたと。バスルームですね。次バスルームに行けるようになったと。あれはトーチといって、天文台の力を表す炎です。統治か、レイジ迷子かな、わかる人いいのかな。統治、
天文台の力を荒らすものです。パワースターを取り戻すとスターの力が戻り炎が大きくなりますと。この大きい星の天文台はその力で宇宙をかけることができるのです。すべての力が戻ればここから一番遠い銀河の中心へも、お、新しいドームが稼働しましたな。バスルームですね。新たに開放されたドームは我々がバスルームと呼んでおられるところ。先ほどのマップなるものをご覧になったことが終わりでしょうが、これはドームだけではなく発見したギャラクシーや様々な情報を知ることができる優れものです。ドームの位置がわからなかったらこの私にお聞きくだされと。はい、じゃあ区切りもいいので、あの腹ペコチコさんのお腹を満たしてから今日は終わりにしましょうか。キラリンキラリン、ねえねえそこの人、スターピース持ってない？スターピース食べたいな、いっぱいいっぱい食べたいな。キラリンキラリン、スターピース欲しい、400個食べたら大変身。ギリギリですよ。来た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 、お腹いっぱい。じゃあ張り切っていってみよう。んーちーんと、新しいギャラクシースイーツファクトリーが生まれたと。はい、というわけで、で次回スイーツファクトリーからやっていきましょうか。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。